こんにちは、つじょこです。さあ、ポケモンムーンの方ね、ストーリーの方は終わって、最初の島をねゆっくり回ってるんですが、まだ行ってない場所っていうのが結構あって、一番最初のとこね、テンカラットヒルにまだ僕行ってませんでした。ストーリーでね来る必要ないところだったんですけど、このケンタロスライドになってからようやく来れるとこなんですよね。これ乗れるようになってからすぐね次の島に行けるみたいな感じになってしまったんで、ここに来れませんでした。なのでこの山にね何が眠ってるのかちょっと見に行きましょう。強いポケモンたちが待ってる。お、ワンリキー出ますね。ワンリキーゲット。大人100人を投げ飛ばすほどの怪力は毎日ゴロを持ち上げることで作られる。もうワンリキーの時点で大人100人投げ飛ばせれるんだ。すげえ。はい、女の子なんでワンリキミーにしました。技マシンもあるよ。アクロバット。お、ダンゴロもいるね。はい、ダンゴロゲット。六角形の空洞は耳、音が鳴る方へ歩いていくが、音が止むと困って転ぶ。あれ耳だったの？真ん中ちょっとびっくりだったので中耳にしました。わ、パッチールもいる。ブチ模様は一匹一匹違う。わずかなブチの位置の違いを楽しむマニアもいるという。ブチ模様の位置が全然違うんだ。はい、クルリンにしました。はい、ここはあれですね、終盤まで行かないと、解放されないカイリキーですね。カイリキーのプッシュ使うんだ。カイリキー面白いよね。真ん中の手に乗ってんだよ僕が真ん中の手に乗ってる感じ。お姫様抱っこで運んでくれますカイリキーが。お、ここでは何があるんでしょう。お、飛行 Z があった結構重要アイテムじゃん。カイリキーのライドポケモンが来てね、飛行技をメインにしてる人は早めにね、テンカラットヒルのこの最奥の広場来るといいと思います。結構やっぱ来てない場所来るといろいろあるね。ということで僕はね、まだまだいろいろぐるぐるね回りたいと思います。それじゃあ、つちのこでした。